今日は台風の時にキャンピングカーは倒れてしまうのかについてお話ししたいと思います。私は今、沖縄県に住んでいるので、台風が今ちょうど台風の時期なんですけど、台風がよく来ます。で、もともと東北出身なので台風の経験はありませんでした。沖縄に来て初めて台風を経験して驚きました。テレビで見るのと、ほぼ一緒。道にある木、道に植えてある道路の歩道のところに植えてある木とか、結構ぶっとい木も折れたり、こう引っこ抜かれたりもしますし、軽自動車だったら動きますね。窓をちょっとでも開けてると、もう軽自動車はもうボーンとこう動かされるくらい台風はひどいです。で、そんな台風なんですけど、キャンピングカーは背が高いので台風の時に倒れるんじゃないかっていう風に、思うんですけど、実際どうなんでしょうね。倒れそうな感じはします、とても。なので、我が家の場合は台風が来た時は、キャンピングカーを、賃貸の一戸建てに住んでるんですけど、建物になるべくこう近づけて、ギリギリまで近づけます。そうするとね、倒れないんじゃないかなと思っているんですけど、で、台風の時にこのキャンピングカーの中にいるとめっちゃ揺れますね。ゴン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 揺れて、はい。なので本当、何もないところにこう一個ポンってキャンピングカーがあると、キャブコンがあると、なんか倒れるような感じもするんですけど、台風が来ると基本家が停電するので、本当1時間2時間の停電だったらいいんですけど、もう何時間も一晩中停電とかっていうこともたまにあります。その場合はやっぱり沖縄県は暑いので、もう寝れない、エアコンがないと寝れない、家でもエアコンがないと寝れないので、そうですね、このキャンピングカーに移動してきて、エアコンを使って寝たりっていうことも過去にはありました。あと、停電が長いと、家の停電が長いと、冷蔵庫ですね、冷蔵庫とか冷凍庫に入れているものが腐ってしまうので、その場合こう肉とかそういうものはキャンピングカーの冷蔵庫に入れて、キャンピングカーは電気関係なく冷蔵庫が稼働してますので、入れてリットカーっていうことはたまにやりますね。なのでやっぱり、台風に限らず、そういう非常事態みたいな、非常時にすごくキャンピングカーは使えるので、冷蔵庫あって、冷蔵庫とか、電気、停電、エアコンとかっていうのは非常時にすごく使えるので、キャンピングカーのガソリンは常に満タンにしておくっていう感じですね。ガソリンさえ入っていれば、ね、キャンピングカー、例えばサブバッテリーの電気が切れちゃった、2、3日で切れちゃったとしても、ガソリンつければ、エンジンかければ電気は回るので、ガソリンが満タンで入っていればものすごく安心です。このちょうど沖縄の台風なんですけど、沖縄の台風はやばいってニュースとかでよく見られるとは思うんですけど、本当にやばいです。で、台風が来るってなった時は、もう前日からコンビニとかスーパーとかも、その窓にこう段ボール貼ったりとか、もう台風対策をするので、で、台風のその日は休業ですね。もうスーパーもコンビニもどこも休業になって、
街はゴーストタウン状態になります。台風って本当に沖縄の台風本当ひどいんですけど、その台風の時にその建物の中、マンションだったりアパートだったり一戸建てだったり、建物は沖縄の建物はコンクリート建てですので、建物の中にいる分にはもう何にも停電以外は何にも害がありません、台風が来てるのかも分かんないぐらい。ただ一歩でも外に出るとものすごくて、で特に何が怖いかって言ったら飛散物ですね。急に、まあ、人間がバーってこう飛ばされるってことは、まあ、めったにないとは思うんですけど、普通に歩けたりとかもするんですけど、結局なんかそういういろんなものが飛んでくるので、それが頭とかに当たったらね、最悪死んじゃったりとかもすると思うので、台風の時はもう絶対外に出ない。半日から1日で台風はもう過ぎ去っていきますので、もうそれぐらいはもう、建物の中にいるっていう感じになりますね。でこれ沖縄の台風あるあるなんですけど、次の日台風が来るってなったら、スーパーコンビニゲオがめちゃくちゃ混みます。で品物もなくなりますね。で台風が1日ぐらいでだいたい過ぎ去るんですけど、過ぎ去った後はもうこの海風で、車がすごい汚れるので、ガソリンスタンドの、洗車ホイン洗車のところが半端じゃないぐらい混みます。どこも台風後3日ぐらいですかね、3日ぐらいは相当混みます、ガソリン入れにガソリンスタンドに入れないぐらい、本線までこう飛び出るぐらい混みますね。これが沖縄の台風あるあるでした。